はい、どうも、名古屋の塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら、高校入試解き方が身につく問題集、理解になります。こちらね、応文社から出てる教材です。こちらの教材、実は僕初めて見るんですけども、内容を見ずに買いました。まあ、ネットなんで。ただね、見た瞬間、これはね、買った方がいい。すごくそう思いました。ただしね、塾に通ってる子はわざわざ買わなくてもいいんじゃないかなって思います。でも、この教材ね、めちゃくちゃいい。この教材ね、ぜひ紹介していきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録、高評価、そしてね、ブログで参考書をまとめたりとかするので、そちらもご覧ください。それではどうぞ。はい、じゃあ話をしていきたいと思います。この教材、受験用定期テスト予習復習用、受験用教材です。受験用教材なんですけども、使い方によっては学校の定期テスト対策にもなるし、そしてね、高校受験の教材ではあるんですけども、もうね、高校受験、こういった問題は狙うぞ。この問題だけはやっとけよっていうものが、すごくちゃんとしっかりと詰まってる。この教材マジでいいですよ。もう僕ね、買って最初にネットだったんで、まあどうなのかなって、応文社だし、まあ一応、なんかね、立ち見っていうネットでできるんで、それで見た時にまあいい教材だろうなと思って買ったんですけど、もうね、見た瞬間この教材はマジおすすめ。ただしね、まあ定期テスト対策にはちょっと向かない部分があるんですけど、それでも使い方によっては向く部分があります。どういったことかって言いますと、いわゆる定期テストっていうものと受験用問題っていうのはまた違うんですよ。だけど定期テストの難しい問題ってあったりとかしますよね。実力問題で多分ね、そういった問題がこれ出やすかったりとかします。そして受験用教材なんですけども、受験用のいわゆる品質問題、あとは受験ね、なんか問題集とかやるときにめちゃめちゃ難しくてもうわけわかんないっていう、まあ、いわゆる難問悪問っていうものがあったりとかします。この教材はこの問題だけはやっとけよっていうものに絞ってくれてるんですよ。なので非常に点数を落としやすいけどもよく出やすい、そういった問題をしっかり網羅してくれてるような教材です。で、値段もね1100円なんでめちゃくちゃ良心的。この教材はまあシリーズ化されちゃってるので他の教科もあるんですけども、今僕がね試しに買ってみようと思ったのはやっぱり理科なんですよ。理科はね非常に分かりやすい、そういったものが。でね、この教材見た時に、あ、こんなに詳しく書いてくれててまとめてくれてるんであれば多分他の教材もいいんじゃないかって思って、他の教材もねまとめてまた動画として出したいなと思います。ぜひね皆さんやっていただきたいなと思います。ただしね、これね、まあ、やるんだったら中3の夏とか、あとは定期テスト対策にやりたいんだったら1冊買っといて3年間使う、そういった気持ちで買ってもらった方がいいかなって僕は思います。ぜひ参考にしてください。参考になったって方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、またねブログもよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。